見せろみたいなことを言われてこう窓を開けてですね、でなんか横にある建物の人からこう指示を受けるみたいなんですけど、数秒待って行けって言われて、あのスーッとまたそこを抜けるだけなんですけれども、初めての経験でした。はい、まあ、サンディエゴから、まあ、いろんなところに移動しなければいけないお仕事もあります。さあ前田打者、前田選手のバッティングの2打席目になります。もうキャッシュの80球です。今斉藤さん、前田がちょっと遅くなったので、はい、準備が、はい、こう誤ってましたよね、あのキャッシュナーに。あ、そういうことですか。あれっていうのは必要なんですかね。どういや、多分おそらく初体験なので、はい、まあ、前田もこう申し訳ないということで謝ったんだと思いますが、いい当たりだ、レフトの後方だ、入ったすごい、本人も手応えバッチリ。前田健太初登板の試合初ホームラン、ちょっと驚きました。これはあの 先ほどの、 あの打席でも言いましたけど、多分情報がですね少ないんだと思うんですよね。ですから、まあ、対ピッチャーということで、わー、大騒ぎ大騒ぎのタグアウトです。今前田のホームランボールがサードコーチから、はい、コーチに帰ってきましたね、はい、帰ってきましたね。それ一旦ボールガールの女の子がですね、はい、スタンドに投げ返したんですよ。違う違うと、それはあの初ホームラン、それは初ホームランボールだ、初ホームランボールだからこっちに返してくれと、はい、今プイーグのところですかね、あの最終的に手に戻って手を叩いていましたけれども力あるんだよ。そうですね、ゴンザレスが力こぶを作っていました。いや、初ヒットどころか初ホームランがいきなり生まれてしまいました。ドジャースまだホームラン出ていなかったので、チーム初ホームラン、チームというよりもこの連戦の、あ、そうですね、あのパドレスは、ね、はいはい、0点0点で来てますの で、 です、ね、まあ、カーショーも確かにあのバッティングいいですもんね、はい、あのドジャースのピッチャーは全体的にいい傾向としていいですよね。2ストライク追い込まれてからのこのカーブでした。小早川さんに伺いますが、はい、この時のバッティングいかがでしたか。少し打席に入るまであの時間がかかってですね、ピッチャーのキャッシュナーに、悪いというふうに謝っていたので遠慮するのかなと思ってたんですけど、はい、真剣に打ちに行きましたよね。2ストライクと追い込まれていた中で入ってきたカーブでした。ただやはり抜けたカーブでしたからね、これキャッシュナーからしてみれば失投でしたけど、はい、その失投をしっかりと捉えた前田、まあ、一生これあれでしょうね、記念に残る。そうですね、はい、今日の登板プラスホームランになりましたね。大きな大きな盛り上がりを見せたドジャースのダグアウトです。